皆さんこんにちは、靴下デザイナーのあやめです。今日も曇り空のロンドンでございます。真っ白の雲が覆われています。今日はね、ここ今イーストロンドンのショーディッチというところにおります。今日は仕事一日お休みなので、これからバンクシーのアート作品を巡る旅をしたいと思います。じゃあ行ってみよう。この車ピンクに塗っちゃったのはバンクシーだって言われてます。この車自体がね、ずっとここに置いてあって、オブジェっていうか、なんでしょう、インスタレーションみたいに置いてあって、それをねピンクに塗っちゃったらしいんですよね。これは今ここイーストロンドンのショーディッチのど真ん中にある広場の一角にあります。まだまだね、ちょっと人が来てないイーストロンドンなので、でもね、人がいないうちにね動いた方がいいんですよね。なぜなら、ね、もう人来るのかな、今わかんないけど、今コロナだからね。でもちょっと人来たら動けないぐらいなんでね。はい、ここラフトレードです。ここはね、絶対寄って本とか買ったりね、コーヒー飲んだりしてます。だいたいね、お昼ぐらいから混んでくるね。サンデーの午前中はみんな家にいるからね、のんびりね、レイジーサンデーしたくて。はい、イーストロンドンは、なんだここの辺でタワーハムレッツっていうエリアかな、多分この辺にもう一個あるんですよ。私住んでたのはすぐそばなんですけど、あったあれだあれだ。あ、でも上から変な落書きされてる。で、これもねバンクシーなんですよね。あったありましたありました。あれがひまわりの。ポーラードストリート。バンクシーはね、必ずなんかこの大きな絵と何かもう一つのエレメントがあるんですけど、こっちのね、方もね。うん。はい、1個目。こんな。もう一個の、今ね、ストップニュートンというところに来てます。あったあれだ、右手前方に見える、バス来てる。ちょっとここで止まれないんで、とりあえず通ります。わ、曲がろう。怖い、バスに詰められた。
ました。はい、今ストックニューイントに来てます。もう一個のがありましたよ。割とローカルなエリアになるので、まあ、旅行で簡単に来れる感じではないけど、ね、普通の人たちの暮らしとかが見れるので結構いいのかなと思います。なんとなく今エリア的にちょっとショーディッチより北のダルストンの方に来てるんですけど、ちょっとカメラつけっぱなしで自転車走ってたらちょっと危ないような雰囲気になってきたんで、ちょっとカメラ外します。桜の木が咲いてます。そこね、目の前がですね、アーセナルっていうね、サッカーチームありますよね。旧アーセナルスタジアムなんですよね。ここ多分旧だと思うんだけど、ちょっともうちょっと近づいてみましょうか。私ね、ここの辺住んでたんですよ。ハイバリーヒルっていうところでね。うわ、懐かしいな。はい、ここフットボールファンはおなじみのね、アーセナルのね、ここ旧だよね。ちょっと待って、もう一回ちゃんと見てみよう。ここね、はい、アーセナルスタジアムですよ。ちょっと待ってね、多分ね旧だったと思うんですよね。見てみようかな。ハイバリーヒルっていうエリアなんですけどね。ハイバリーヒルって丘ですね。丘、あ、そうそうそう、旧アーセナルスタジアムで、もう一個向こうが今のアーセナルスタジアムなんですよね。ちょっとこここの一本裏住んでたんで、ちょっと通ってみます。よし、入ってみます。まあなんていうか普通の住宅街です。でさっきストックニューイントンっていう方から来たんですけど、ここのハイバリーヒルはね、ちなみにちょっといいエリアになってて、まあ、なかなかいい雰囲気のエリアで、それでまたもうちょっと向こう行くとフィンズベリーパークっていうちょっとファンキーなエリアなんですけど、今はファンキーなのかな。今でもフィンズベリーパークも変わったよって言ってて、あ、みんな、はいはい、あ、なんかあるのかな。ちょっとこの住んでたエリアなんかあるっぽいな。みんなアーセナルスタジアムに向かってるっぽい。何があるんだろう。ちょっと住んでた頃はね、試合ない日はね、別になんかなんてことないあれなんですけど、ちょっとすごい人がいっぱいいる。ちょっと、はい。なんだ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 、何何何何、なんだなんだ。あ、みんな赤いからアーセナルファンだ。うぅぅぅ、行こう行こう、ちょっと入ってっちゃおう。別に私はアーセナルのファンとかで見に行くわけじゃないんですけど、自分の前住んでたところを見に行きたいので行くだけだよ。今ね、通行止めになってるところを押して歩いてますけど、アーセナルがね、試合の日はすごいんですよ。で、何にもなかったけど、一応バーガー屋さんとかできてますね。旧アーセナルスタジアムがこの後ろにあって、今新アーセナルスタジアムがもう目の前にあるんで、もうすごい、みんな情熱を燃やしているんだね。あ、バーガー屋さんだって、屋台ができてる。はい、みんなもちろんマスクはしてませんよ。あ、アーセナルの駅だ。うわ、懐かしい。はい、平日は誰もいないアーセナルの駅、住んでる人しか降りない。まあ別に普通の住宅街ですよ。はい、グッズ売ってますけど、私別にアーセナルファンじゃないんで、すいません、すいません。
本当すいません、はい、私はただ自分の住んでたかつて住んでたところを見たいだけなんです。というわけで、はい、ここが駅で、ここからね、こっちから、ここから、いやいやすごいね、ちょっと、はい、ということで、すごい人のアーセナルスタジアムをちょっと線に向けて、私かつて住んでた、初めてイギリスに降り立った2005年に住んでたところにちょっと行ってみたいと思います。もう駅から離れたらね、離れたっていうか100メートルぐらいしか離れてないんですけど、あの普通の住宅街ですよと。でここのあのね、長屋のね、長屋っていうのなんて言うんだっけ、デタッチドハウスって言うんでしたっけ、の一角に住んでたんだね。171番だったかな、この辺じゃなかったか、あ、これだ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 、174番だっけな、キーチドアだったんですよで、ね、私はね中2階に住んでて、あーなんか懐かしい、ここですここです、懐かしい、なんか私はあの中2階、今住んでる人が上から怪訝な顔したんでちょっと外したいと思いますけど、あの懐かしいですね、あのここね、ハイバリーヒルアーセナルっていう駅のすぐ近くなんですけど、目の前のストリートなんですけど、初めてねあのロンドン住んだ時にここに住みました。なんか当時はまだ SNS とかもなくって、あったかな、マイスペースとかミクシーとかそんなで、私どっちもやってなくって、で Google マップもない時代で、ロンドン A2Z っていうね地図をみんな見ながら歩いてたんですけど、何で見つけたんだろう、なんかそのフラットメイトっていうかルームメイト募集の張り紙かなんかで見つけて、それで行ったんじゃなかったかな、ね、それで私あの一緒にねのそのロンドンでのルームシェアっていうかハウスシェアを初めてしたんですけど、すごいいい思い出ですね。その時ね初めて知り合ったね友達とは今でも仲良しで、ね、昨日ねちょうどご飯食べてきたんですけど、リチャードって言うんだけどね、リチャードねめっちゃあの堅実でコンピューターギークでサイエンスな感じの人で、私の友達では珍しいタイプなんですけど、正しいことと本当のことしか言わないから、これってどう思うとか言ったら、うんとかね、例えば兄さんやってんだよねこれさって言ったら、もう目いっぱいやれとかね、あとあの人気のゲーム様のお店に来ております、すごい列が、まあ、とにかくそんな感じで、あのいい思い出なんです本当に。あ、ここです。私ね今ねあのすぐこの裏に昔住んでたんですけど、ここのあのバンクシーが一番最初にブリストルからロンドンに来た時、なんかこの辺に住んでたという噂で、でここのマーチニューストリートっていうのかな、そこにあのバンクシーの作品あったんですよね。2002年ぐらいに書かれたもので、あ、ここです。2002年に書かれて2004年に消されたらしくて、このハイバリーの、この辺の地域の なんていうの、役所とかエリアの役所カウンシルにワイプされたっていう記事を見て、ここにね、あったらしいんですよね。でね、残念ですけどもうないです。はい、ということで、今ね、あのアーセナルスタジアムの、あと新アーセナルスタジアムの通りですけど、アーセナルのなんかあんのかな、すごい人なんですけど、すごいアーセナルってね、そうかそうか、もうすごいからね、なんかクリスマスとフットボールへの情熱がすごい人たちだよねこの国はね。私あんまりちょっとないんでよくわからないんですけど、
ということでハイバリーヒルでした。次の目的地に行きたいと思います。ここはね、あの2つもあって、これがバスキアとバンクシーのアンオフィシャルコラボレーションってことです。そして向かい側にあるんですね。はい、行ってみましょう。ということでブリックレーン戻ってきました。今日ねバンクシーハンティングいかがだったでしょうか。あのロンドンの中でもあの東ロンドンの方にね集中しているので、結構ねあの自転車さえあれば結構楽しくあのパート回ってみれるので、ぜひあのロンドン来た時には行ってみてください。ではまた、バイバーイ。